事件の舞台となった坂下門第二次坂下門乱入事件とは1975年7月12日に東京都千代田区で発生したテロ事件1975年7月20日から翌年1976年1月18日にかけて沖縄国際海洋博覧会が開催されることになった日本の審査翼は復帰後の沖縄経済の混乱や 皇室の戦争責任問題を絡めて、皇室に対するテロ攻撃、いわゆる反皇室闘争を激化させていた。沖縄国際海洋博覧会がらみでは、他にも姫百合の当事件やエスメラルダ号、火炎民投的事件などの震災翼によるテロ事件が発生している。百七十五年七月十二日午後一時五分、白のセドリック社が皇居坂下門前に向かって、 猛スピードで突進してきた。警備の航空護衛官は静止しようとしたが、それを振り切って、車両阻止策もろとも突破した。そして、たまたま所要で皇居に入ろうとしていたタクシーに、追随して、皇居内に侵入しようとも論み、そのタクシーに追突した。航空護衛官が、不審者を排除しようとしたところ、犯人4人が車から飛び出し、交代し砲を置き、阻止、 沖縄海洋白粉剤の味ラをばらまき、赤旗を掲げて、皇居内に侵入しようとした。門前で一人を逮捕したものの、残りの三人は、鉄パイプを振り回しながら、皇居内に侵入、区内庁庁舎に向かって走り出したが、庁舎に至る前に全員確保、現行犯逮捕した。その後の調べで、犯人は、首都圏青年連絡会議構成員のと判明した。 首都圏青年連絡会議は、前年の1974年に結成された、ノンセクトラジカル系の震災翼党派で、当時20人ぐらいの構成員を要していた。ありがとうございます。